ルリミョウオは、コウクリの第二大王であり、聖はコウ、イミ名は、ルイリ、または、カイジドメ。初代の東名聖王の長子であり、三国式、くだら本義によれば、イボテに、ニエリュウトだらの子祖となる、オンソトがいる。三国式コウクリ本義では、ルリオウ、ルリミョウオウ、三国維持王歴では、ルリオウ、公会堂を碑文では、ジュリュウオウ、義書、コウクリ伝では、 両通ると表記される。父、主毛がまだ不与にいる頃に、霊子との間にできた子である。主毛が不与から卒盆へ亡命していたため、不与にいる、ルイリは、自分の父を知らなかった。幼少の頃、路上で雀を打って遊んでいる時に、誤って水汲みに来た婦人の水亀を割ってしまった。婦人が罵って、この子は、父がいないので、こんなにもカタなのだろうと言ったため、 ルイリは弾じいて家に帰り母に私の父は誰で今どこにいるのですかと尋ねた母はお前の父は普通の人ではありませんこの国に入れられず南に逃れて国を開き王となりました逃れる際に私にお前がもしも男の子を産んだら私があるものを七角形の石の上の松の下にしまってあるのでそれを見つけ出せればその子こそが 我が子である、と言いなさいと言われましたと答えた。そこで、ルイリはあちこちを探したが、ある城下にいると柱の礎石の間に、音がするのを聞き、それを頼りに見てみると礎石が七角形であったので、柱の下を探したところ、剣のかけらを得た。そこでそのかけらを持ってやさとし、く、すう、と空三人と共に卒盆へ行き、父である、透明西王に差し出した。 王の持っている剣の一部と合わせたところ、つながって一剣になったので、王はこれに満足して、ルイリを大使とした。王の死後、ルイリオは王位を継いだ。ちなみに、この話のルリ王の剣は、東名西王のラッパと太鼓、大竹神皇の叶えとともに、朝鮮神話の三種の神器になっている。前九年には、不噴奴の策を用いて、戦費を打ち、続国とした。 全6年、付予のおびそが国交を開き、人質を交換することを求めてきたので、大使であった次男の途切れを人質に出そうとしたが、途切れは恐れていかなかった。これに怒った尾びそが5万の兵を率いて侵入してきたが、大雪のために付予兵は引き上げたという。この後も付予とは対立し、53年にも付予に攻められることとなった。 この時に三男のムメグムが不要を撃退したため、五十四年一月にムメグムを大使に取り立てて、軍事、国政を委任した。同年八月、カラスイとマリに命じて、両白国を凍滅させ、さらに兵を進めて、関の元都軍の航空利権を奪取した。この間、五三年十月には東五条山城から国内城に移して、城内和和城を築城したという。これには、 東明細に使う豚がいなくなって、国家総出でその豚を探し、城内和の地で家臣が見つけたこと、その家臣が城内和の地の素晴らしさと戦闘を勧めたため、実際にルリミョウオが視察して戦闘を決定したという説話が付されている。18年7月に豆谷に行行行し、10月にその離宮で死去した。豆谷の東原に埋葬され、ルリミョウオと送りなされた。 漢情巻99、大毛殿には、コ栗クリコウという人物が登場する。主建国4年、新たの大毛が、郷土制罰のため、コ栗クリに援軍を要請した。はこれを拒み続けたが、大毛は脅迫して、コ栗クリに援軍を出させた。いざ決戦となった時、コークリ兵は逃亡司法を犯した。大毛は、コ栗クリ兵の罪をの責任だとして追及し、は処刑され、 コウクリは、下のクレーと解明させられた。コウクリ公と、ルリ明王の関係は不明である。年代的には、ルリ明王に相当するが、中らはむしろ始祖の東明西王に通じるものとも考えられている。ルリ明王の三年、王妃の松氏は亡くなり、新たに、小塚和人の脱ぎ姫、漢人の木地姫をそれぞれ5歳に迎えた。二人は長を争い仲良くしなかったため、 王は二人を別々に住まわせた。ある時王が木山に太寮に行った時に二人は争い、乃木姫が木地姫を罵って、お前は肝心の女なのになんと無礼なことでしょうと言ったので、木地姫は恥恨んで実家に帰ってしまった。王はこれを聞いて馬を走らせて木地姫を追ったが、木地姫は怒って帰らなかった。ある時王は校長の集い飛ぶのを見て、 記事姫を忍び変々校長しゆそうい年我の毒、誰そのともきという歌を読んで嘆いた。これを校長歌といい、記事歌、海みかしとともに古代朝鮮の最も古い主歌の一つとして知られる。ありがとうございます。